クーペ、クーペ、フッツ、クペ、クッペとは、車体形状や、使用形態により分類される自動車の形態の、一つである。登記時では2を中心に述べる。自動車ではドアが、左右2枚のみのものを指す。また、ハッチバック車で3ドアと呼ばれるものでも、クーペと名乗る場合がある。スポーツ性や動力性能の高さを特に優先した、クーペは、 スポーツクーペと呼び分けられる場合もある。ドアが左右2枚のみでも、一般にステーションワゴンやスポーツユーティリティビーク、SUV 等は含まれないが、旧来のクーペ以外での分類は曖昧で、シューティングブレークでクーペのようなスタイルを持つものや、5ドアではあるが、クロスオーバー SUV でクーペを名乗るものがある。ドアを2枚だけにすることで、ボディ剛性やスタイリングの向上が見込めるのが、 メリットで実用性よりも趣味性を重視する消費者に好まれる。人の乗り降り、物の積み下ろし、狭い場所でのドアの開閉のしづらさなど、実用性では4ドア、5ドアに劣るが、不便な車が買える余裕があるという意味で、ステータス性をかえって向上させているもある。本来、クーペは、主座席は一列とされ、後部座席は元から存在しないか、あってもエマージェンシー。 補助用、緊急用的なものとして設置されることが多かった。現在では、クーペと呼ばれる車種の多くは、後部座席を持ち、四人乗り、または五人乗りとなる。しかしその座席空間は狭い場合が多い。スポーツクーペにおいてそれは顕著であり、後部座席は、補助席程度の窮屈な空間、子供用、あるいは事実上の手荷物置き場としてしか活用できない場合すらある。 このようなものは2プラス2、2プラス2や2、2、2倍2と呼ばれることもあり、メーカー自身が社名に用いる場合もある。セダンをベースにしたクーペの場合、そこまで極端ではなく、一旦乗り込めば、大人でも、ある程度は快適な座席空間を実現した車種もある。大きなボディサイズを持つ高級クーペの場合は、セダン同様の快適さや豪華さを備えた車種もある。 ただし、いずれにしても、その後部座席に乗り降りする際は、前の座席を、レバーやスイッチなどを使って、全方向に倒し、できた空間とドア外交部の隙間とに体を滑り込ませるようにする。当然ながら倒す対象のシートに乗員がいる場合は、一旦降りる必要がある。後部座席の乗り降り時に不便を伴い、一般的に居住性も劣るため、後部座席を、 日常的に使用する用途で自動車を選択する場合、クーペは根本的に不向きとされる。逆に後席にドアがないことから子供を乗せる場合はむしろ安全であるという意見もある。後部座席への乗り降り、またはデザイン上の理由からクーペのドアは4度アーシャと比べ前後に長いものが採用される。そのため狭い場所でドアを開ける場合は特に注意を要する。 リンク機構を用いて、ドアヒンジの視点が外側に移動するようにし、ドア開口時の後端のせり出し量を固定視点の一般的なヒンジドアと同じとしながら、ヒンジ側の開き量を大きくしている車種もある、トヨタソアラ、二代目、ルノーアバンタイム、メルセデス・ベンツ新 L クラス、S クラスクーペなど、クーペのスタイルには、リアウィンドウの下場とリアデッキとの間に、ノッチを持つものと、屋根から、 車体後端までなだらかな線、面でつないだものとに対別できる。前車をノッチバック、後車をファストバックと呼ぶが、これは単にバック、背中の形状を指す用語で、クーペのみに当てはまるものではなく、セダンやカブにもファストバックは存在する。以前は、クーペと固定式ハードトップとは B ピラーの有無で、 区別されており、1950年代から1970年代のように両方が並び立つ時代もあった。ビッグスリーやトヨタのように多数の車種をラインナップするメーカーでは、一つの車種、または姉妹車にノッチバックとファストバックのクーペ、あるいはハードトップとクーペの両方を用意する例も見られた。1970年代以降、B ピラーを持つピラードハードトップの増加により、 クーペとハードトップの定義は曖昧なものとなっている。ボンネット、キャビン、トランクルームの3つの箱からなるスリーボックススタイル。一般的なノッチバックセダンと同様に落ち着いた印象を与え、高級やフォーマルといったキャラクター付けの目に用いられる。実用面では後席のヘッドクリアランスやトランクリットの開口面積を確保しやすい。ノッチバッククーペは ほとんどの場合、独立したトランクリット、トランクの蓋を持つが、ファストバックの中には、トランクリットではなく、さらに開口部の大きなバックドアを持つ、8バックスタイルとなったものも多い。車室とラゲッジスペースをつなげて利用できるトランクスルー構造は、どちらの形状にも見られる。年代が新しくなるほどノッチバックとファストバックの境界線が曖昧になってきており、 メーカーによっては2ボックス型のハッチバックやサッシュレスドアを持つ4度ア車、ャ、さらにはクロスオーバー SUV でもクーペを名乗る車種が現れ多様化が進んでいる。リアウィンドウが比較的寝かされリアデッキとの間に明確なノッチを持たないスタイル。独立したトランクリットを持つものと開口部の大きなバックドアを持つハッチバックとがある。ハッチの開き方には跳ね上げ式と 横開き式があり、日本車では跳ね上げ式が主流である。セダンや2ボックス車にもファストバックモデルはあり、前車がサーブではコンビクーペ、この場合のコンビとはステーションワゴンの E、メルセデス・ベンツ・クラクラスや同 CLS クラスは4ドアクーペという商標となっており、後車がマツダではマツダ3の2ボックス車がファストバックという商標となっている。 ファストバックの累計で屋根からのラインが下がりきる前にボディコータンをすっぱりと切り落とした形状のものを特にカムテール、コンテール英語、カムバック、米語、コーダトロンカ、イゴなどと呼ぶ。1930年代にドイツ人のブニバルトカム、博士が提唱した流体の中を進む最も効率の良い形とされる魚類のような流線型、類的、 水滴型の物体の場合、その後端を切り落としても抵抗はほとんど増加しない、という理論に基づくデザインである。カムは、博士の名に由来し、コーダトロンカは切断された、トロンカを、コーダを意味る。全長の短縮による、軽量化と運動性の向上が期待できることから、まず、レーシングカーに採用され、1960年代以降は、 スポーティーなイメージや空力性能の良さを形でアピールする意味もあり、カムテールを取り入れる市販車が相次いで現れた。余談であるが、ステーションワゴンやボンネット版、ミニ版のボディスタイルも事実上、抗議のカムテールとみなすことができる。鉱石用のドアを持たないクーペは実用性に欠けるため、ビジネス用途からは一般的に寄付される。しかし逆に、 高級車の歴史においては、その実用性を排した点が、特別感、パーソナル感を調べし、さらには、贅沢の象徴とされ、一定の存在価値を持っている。フェラーリやランボルギーニといった、いわゆるスーパーカーだけではなく、快適な乗り心地と、豪華な装備を持つ大型高級乗用車にもクーペは、存在し、多くの高級車メーカー、ブランドにおいて、イメージリーダーとして、 重要な役割を担ってきた。4ドアセダンはビジネスにもプライベートにも使えるが、2ドアクーペはプライベートにしか使えない。だから贅沢だという価値観である。トヨタクラウニアニッサン、セドリック、ホンダレジェンドといった日本メーカーの高級車には、4ドアセダン以外にもかつては2ドアのハードトップやクーペモデルが存在し、パーソナル感を重視するオーナードライバーたちに選択されてきた。 トヨタは高性能と高価装備を兼ね備えたに、ドアクーペのスーパーカーであるレクサスルファを限定生産したほか、その後も LC をラインナップしている。日産では同じくクーペボディを持つ GT-R が、ホンダでは NSX をラインナップしており、共に両者のフラグシップを担っている。メルセデスベンツや BMW においては常に、 クーペモデルはセダンより一段上位のものと位置付けられているが、ロールスロイスにおいてはさらに顕著である。かつて販売された2ドアクーペのカマルグは販売当時、ファントム6を除くと同社ラインナップ内で最も高価格のトップモデルであり、なおかつデビュー当時は世界で最も高価な市販乗用車で持った。ファントム6はあくまで特別生産者であり、カマルグは ショールームで買うことのできる世界一高額な車とされた。近年もファントムのクーペモデル及びドロップヘッドクーペはサルーン、セダンより高価格であった。また、2009年からはファントムより一回り小さなセダンとしてゴーストがラインナップされているが、このクーペ版として2013年からレースも登場してり、ベースとなったゴーストと比べ高価格である。 自動車が新しいものとしてもてはやされた時代には、クーペはスポーツカーを中心に高い人気を誇った。しかし21世紀に入ると自動車がそれほど真新しくなくなり、人々に地球環境への意識が高まりを見せ始めると、徐々にコンパクトカーやミニバンのような実用性に優れた自動車に圧倒されるようになった。特に排気量 2000cc 未満の車種でクーペを、 導入する例は少なくなっている。かつてクーペのみを作ることをアイデンティティとしていたスポーツカーメーカーもラインナップにクロスオーバー SUV などを導入する例が増えており、例えば現在のポルシェのクーペの売り上げは2割に過ぎなくなった。このようにクーペはブランドのスポーツイメージ向上や自動車文化の多少の振興にはなっても収益のメインにはならなくなり、 クーペの開発自体を諦めるメーカーも珍しくなく、なった。こうした現状を踏まえ、メーカー側も、トヨタ86、スバル BRZ や、アウディ R8、ランボルギーニュラカンのように、共同開発やプラットフォームの共有によって、コストを削減して、クーペを存続する努力をしている。また、クロスオーバー SUV が、クーペのスタイリングを取り入れる例も増えてきており、 形を変えて生き残りを探っている状態であるとも言える。アメリカにおいては1960から1970年代に現地メーカー各社からスポーツクーペが多数登場、一躍人気を博した。中でもシボレーカマロやフォードマスタングは高い人気を得ている。また同時期のアメリカで流行したマッスルカーは大廃棄量。 高出力のエンジンをハードトップやクーペタイプのボディに搭載することが基本である。2000年代以降は環境意識の高まりから大廃棄量車は敬遠されており、メーカー側でも縮小傾向があるものの、それでも上記2車種は今なお高い人気を得ている。現行のカマロやマスタングにはダウンサイジングターボ搭載車も登場し、高まる環境意識に対応している。 また、アメリカでは、女性の社会進出が早く、彼女らの通勤の足として、セクレタリーカーというジャンルが形成された。このアメリカ独自のジャンルでは、小型クーペが人気を博し、特に、日本車のトヨタカローラ GTS や、ホンダ CRX、日産、シルビアなどが人気車種となった。また、ホンダアコードクーペや、シビッククーペ、 トヨタセプターといったアメリカで開発された本メーカーの車種も登場し、これらは日本にも輸出された。2000年代以降は車高の低い構造がセキュリティ上敬遠されるようになり、これらのジャンルは小型のクロスオーバー SUV にとって買われるようになり、現在はシビッククーペが残るのみとなっている。日本車におけるクーペモデルは1937年に登場した。 ダット316型が最初と言われる。戦後はマツダで発売された R360 がクーペを名乗っていたが、これらは後年のようなスタイリングや性能に特を持たせたものではなかった。日本車でスタイリングを重視した本格的なクーペが登場したのは1965年の日産、シルビアが最初で、その後イスズ117クーペやマツダルーチローダリークーペ。 といった高級モデルが続々と罰した。1970年に発売されたトヨタセリカは、その価格の安さとフルチョイスシステムによって、好みの内蔵が選択できる先進性で大ヒットを記録し、他社からも同種のスペシャルティカーを発売させる大ブームへとつながった。1980年代後半から1990年代。 初頭のバブル景気と相まって若者たちのデートカーとしてクーペモデルが好まれるようになった。こうした中で日産、シルビア、トヨタセリカ、ホンダプレリュード、ホンダインテグラなどの2ドアクーペがヒットを記録、折からのハイソカーブームもあり、各社から4ドアハードトップも多数ラインナップされた。しかし、1990年代後半のバブル、崩壊以降は、 実用性を重視したミニバンやトールワゴンなどがヒットし、スタイリング重視で実用性に劣るクーペ系車種は、急速に敬遠されるようになった。さらに2000年代以降には、原油価格の高騰を受けて、経済的な軽自動車やコンパクトカーの売り上げが高まっていった。ごく一部では、根強い人気を保つ車種もあるものの、全体としては、軽自動車やコンパクトカーも含めて、 クーペ系車種は順次廃止され、各メーカーの現行ラインナップでは1、2車種程度しかない状態が続いている。日本国外向けに用意されるクーペも、国内向けには導入されない場合が増えた。富士重工業、現、スバルは、1996年のアルシオーネ、SVX 生産終了をもって、クーペ専用車種を廃止し、その後2000年のインプレッサのモデルチェンジをもって、 クーペ市場から撤退。三菱は2000年の GT オフとミラージュワスティ、ホンダは2006年のインテグラ、トヨタは2010年の SC の生産終了をもって、それぞれクーペがラインナップから姿を消した。その一方、日産自動車のように一貫して、クーペ車種をラインナップさせるメーカーも存在する。その後トヨタは、富士重工業との資本提携の一環として、 クーペスタイルのスポーツモデルを共同開発することになり、2012年にトヨタ86、スバル BRZ として発売され、両ブランドでクーペが復活することとなり、レクサスブランドでも2014年から RC が復活している。ホンダも2010年にハイブリッドカー専用車種の CRZ で再参入し、その後 NSX を復活させた。 また松田は2012年の RX-8 の生産終了を最後に、クーペ専用車種から撤退しているが、同社の主力車種であるロードスターには、クーペモデルが用意され続けている。お参照、フランス語の、クーアクペ、切るという動詞の過去分子形である、クピクペ、切られたが語源である。一列の座席を備えた、有害馬車。 イコール屋根付き馬車イコール箱型馬車は、ドアが2枚付いてるものであり、これが、向かい合った2列の座席、ボックスシートがある、普通の馬車を途中で切った形とみなされ、それが、切られた馬車を意味する、クーピ、カノスクペと呼ばれるようになった。やがてその表現の形容詞、クペだけが馬車用語として独立し、形式自体を指すようになり、日本語では、クーペとして定着した。 ここでは、クーペの中でも変わり種の車種を紹介する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。